はい、皆さんこんにちは、小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、巨人の捕手論争についてお話ししていきたいと思いますし、ちょっとそれについてね、趣旨を打たせていただこうかなっていうふうに思ってます。まあ毎試合ね、まあ大城が良かったとか、まあ岸田の方がいいんじゃないかとかいうね、ネットの声たくさんありますと。まあ X であったりとか、僕の YouTube のコメントもね、そうですけども、たくさんあるんで、まあ、今現状ね、僕が思ってることをちょっとお話しさせていただこうかなっていうふうに思います。まあ長々言うのもあれなんで、ちょっと先結論言っとくと、僕は今段階で言うとね、まあキャッチャー大城っていうところで、やってた方がいいんじゃないかなっていう感じでね、考えております。まあその理由と、まあ懸念点なんかもね、ちょっとお話していきたいと思うんですが、まあ今現状ね、やはり、まあ打撃というところでね、まあ大城さんであったりとか、まあ、が非常に状態いいというところ。で、モンテスもね、非常にまあレフトで出場してるっていうところがあるんで、まあ、そういったところで、まあ大城さんをね、固定していった方が、まあチームとって、プラスになる要素が大きいんじゃないかというところで、僕は、この意見に、しておりますと。で、まあ僕はね、岸田選手の非常に、キャッチャーの能力も評価してますというところなんですが、まあ今、トータルで考えるとね、大城さんがキャッチャーに入って、で、カズマをファーストに入れて、モンテスをレフトで、で、サードに坂本さんでというところの方が、いいんじゃないかなというところがありますと。ただ、忘れてはいけないのは、まあ、大城さんであったりとか、坂本選手が、まあ、制裁を書いてるというか、あまり良くなかった時期に、まあ、岸田選手がね、キャッチャーで被って、くれて、試合に出てくれて、で、まあ、非常にいいリードであったりとか、まあ、打撃においても非常にいい成績を出してくれたっていうのがあるんで、間違いなくね、この順位にいると思うので、そこは絶対ね、ファンの皆さんも、まあ僕もそうですけども、忘れてはいけないところだと僕は思いますと。で、まあ懸念点もあってね、うん。別に、まずそもそも前提ね、配球とかって、うん。まあ結局結果論になりがちだし、なってしまうし、だからピッチャーの能力が高ければリードなんて別にそこまで、重視されないというかね、投手の力だけでというか球だけで抑えてはいけるんですけど、やはり調子が悪い時とか、うん、まあ相手がね、非常にこうデータを駆使しながらやっていくチームだと、キャッチャーのリードっていうのは特にね、重要になってくるんじゃないかなというふうに思ってます。で、昨日の試合見てると、まあ広島カープっていうのは非常にデータを駆使してますと、絶対これはもう断言できるんですけど、確実にキャッチャー別の配球チャートというか、捕手の傾向なんかも絶対洗い出してると思うんですね。その理由はですね、まあそのこの間、昨日の試合解説でも、言いましたけども、確実にその、なんていう、打たれた次の打席というか、抑えた次の打席とかっていうのは絶対データ出してるんですね。で、特にやっぱり、まあ、心理的にですね、例えばスライダー打たれたら、2打席目もね、スライダーで打たれてしまうと、お前ね、ほんまに考えて野球やってんのかとかいう話にもなっちゃうんで、やはり、まあ、そういったところもあって、違うボールで行きたがるんですよね。まあ、僕も現役時代当然ですけども、そういったことをね、やってましたと。それは非常に、人間のなんかこう、本能というか、まあ、ベンチに帰ってね、お前、また、例えばスライダーで打たれたんとか、いうふうに怒られたりとか、言われたりするっていうのもあるから、やっぱりこう、違うボールで勝負したいっていうところはあると思うんですけど、そこをうまく広島打線というかね、まあ、末金選手、特に末金選手ですよね、昨日で言ったら。うん。で、ね、完璧狙ってきてるんですね。1打席目スライダー打って、2打席目シュート打って、で、3打席目もう1回スライダー行ったやつを打たれてみたいな感じで、その、いたちごっこじゃないけど、外逃げる球打たれて、食い込む球打たれて、次また、外のやつ打たれてっていう形で、普通ね、そんな狙ってなかったら、そんなところ、毎回目が打たれないと思うんですよ。だから、絶対データ出して、打たれた次は絶対、反対のボールで来るみたいな傾向が多分出てると思うんですね。うん、まあ、それはちょっと仕方ないところはあると思いますし、まあ、そこをね、しっかり投げ切れてたら、抑えられたこともね、十分に考えられるんで、そこはね、別に一概に大城さんだけのせいではないし、まあ仕方ないところではあるんですけど、やはりリードとかって、
本流というか、一番メインストリームではないと思うんですよ。うん。一番重要かって言われたらそうではないと思うんですよ。やっぱピッチャーの出来っていう、いうところ、球の力であったりとかコントロール、まあその他もろもろいろいろありますけども、やっぱりピッチャーの、能力っていうところが一番でかいと思うんですよ。ただ、勝負っていうのはプロ同士がやってますから、均衡しますからね。そこで最後の、どっちが抜け出すかっていうギリギリのところで、配球とか、リードとか、考え方とかっていうのが活かされてるというか、うん、特にこう重要になってくるんちゃうかなと思うんですね。で、僕が思う、毎試合ね、ジャイアンツ戦見てて、すごく思うのが、あんまりね、まあこれはっきり言っちゃうとちょっとあれなんですけど、やっぱりこう、僕はね、僕のタイプ的に続けた方がいいと思うんですね。例えばですけど、合ってないボールとか、そうですよね。打者の反応を見ながらね、合ってないボールとかって言ったら、もう3球でも4球でも5球でも続けりゃいいと思うんですね。で、昨日のね、広島戦もありましたけども、小園選手の打席の時にね、1球目空振り、フォークで空振り、2球目フォークで空振り、合ってないわけですよ。全然合ってないわけですよ。で、3球目、まあ、満塁だから非常に難しいと。で、その前の打席、前のバッターにも、まあ、2ストライクから打たれてるっていうのがあるんで、1球外してみたいなところがね、ちょっとやっぱバッテリーの中にあったと思うんですよね。ただ、結局ね、皆さんも知ってると思うんですけど、打者っていうのは、ボールカウントが増えるたびに打率っていうのが上がっていくんですよ。うん、例えばですけど、ノーストライク、ノーボール。初球だと、まあ、例えば2割8分とか打つとするじゃないですか。例えばね。だけど、ストライク1個増える。ワンストライク、ノーボールになると、その2割8分が2割5分とかになるんですよ。うん。で、その2ストライクになれば1割とかになるんですよ。うん。逆に、2割8分スタートでしょ ?0-0 から始まって2割8分。で、ボール球になるとするじゃないですか。ワンボールになるでしょ。そしたら打率が3割になるんですよね。で、2ボールになったら3割2分になるんですね。っていう形で、ボールが増えていくと、基本的に打率って上がるんですよ。で、2ストライクっていうのは一番打率低いんですね。1割ぐらいだと思うんですよ。0割8分とか、1割ぐらいだと思うんですよ、大体ね。なんだけど、1ボール2ストライクになると、その1割が1割5分とかになるんですよ。っていう形で、基本的にバッターっていうのは、ボールカウントが進んでいくことによって、打率っていうのは上がっていくんですね。だからすごく難しいんだけど、まあ、いろんな人の考え方あるんだけど、ここで1球見てとか、ここで1球ボールを外に外してとかっていうのは、タイミングを見たりとか、バッターが何を考えているかとか、いう形でね、それを見たいがために、ストライクからボールになる変化球を要求して、様子を 見たりとかっていうのは効果はあるんですけど、結局、外に意味なく外したりするときあるじゃないですか。であれは、マジで意味ないし、まあ、球数もね、増えるだけだし、タイミングもね、測れなかったりとか、そういったところもあるんで、僕は、あの場面だったら、フォーク2球合ってないんだったら、3球目ももう1球フォーク行って、で、空振り取れたらラッキーだし、で、それで見逃されても次のまっすぐがね、生きたりとかっていうのもしますから、だから基本的にバッターって、まあその、いろいろ狙い球絞ったりとか、いろいろしてますけども、合ってないボールは合わないんですよ。基本的に。まあいいバッターであれば、一球で修正したりとかっていうこともできるんだけど、ほんまに合ってないボールって、その、1打席の間で合わせるのって至難の技なんですよ。至難の技というか、もう、トッププロ、例えば大谷君でも、大谷さんでも、僕はそれは難しいと思うんですよね。だから、基本的に合ってないボールとかっていうのは、どんどん僕は続けちゃっていいと思うし、で、それで合わせてきたんだったら、バッターが対応してこようと思って、その頭の中がね、その球種に比重が高まってきたんだったら、違うボール見してね、打ち取ったらいいと思うし、だからそこは、やっぱり、見逃した時の、バッターがどういう見逃しをしてるかとか、前の打席どういう風に抑えてるかとか、もっと広く言えば、この打者は、そもそも傾向としてどういう球を待ちがちなのかとかね、ストレートを待って変化球を打つバッターなのか、変化球でも、張って、待っていくバッターなのかとかね、2ストライク後にやったら、ブンブン振り回さずにショートスイングをしてくるバッターなのかとか、
うん。で、決め打ちをしてくるバッターなのかとか、いろんなタイプあるんですよ。だからそのタイプを、やはりデータとかで見ながらね、映像なんか見ながら、あ、このバッターはこうだなとか、あ、基本的にこのバッターはこういう考え方をしてるなとか、っていうのを、オフシーズンしっかりやってね、で、それでその答え合わせを、まあシーズンでやりながら、あ、このバッターちょっとアップデートしてきたなって。いつも、例えば、2ボールになったらね、2ボールになったら、そのピッチャーが一番ストライクを取れるボールで、ボールを待って打つようなバッターだったけども、今年なんかちょっと、そんな感じじゃなくなってるなとかね。例えばね、そういったアップデートとか、ちょっとしたこう考え方の違いとか、まあ状況によっても少し変わりますけども、そういったところって少なからずあるんで、だからそこを、キャッチャー敏感に感じ取っていかないといけないと思うし、まあ、先ほども言いましたように、やっぱりそれを投げるのは結局ピッチャーなんで、まあ、ピッチャーがどんだけそこの要求に応えられるかっていうところではあるんですけど、まあ、昨日のね、山崎伊織投手のピッチングからすると、ちょっと本当に残念だったなと、正直思いましたし、まあね、その調子悪いピッチャーをどういうふうに、リードしていくかっていうところもキャッチャーにはかかってくると思うんですけども、まあ、それも限度あると。限度があるんでね、うん、基本的に。だから、まあ、まとめるとね、今現状で言うと、まあ僕は大城さんがキャッチャーっていうところで固定、まあ固定というか、まあ固定までしなくていいかもしれないけども、まあ出ていくっていうところが、まあチームにとって、まあ打撃というところをね、まあ大きいと思うんで、やってった方がいいと思うし、ただ、特に広島なんかで言ったら、まあ広島かな。セリーグで言ったら広島が一番なんかこう、やりにくいというか、まあやりにくいって僕がプレイしてるわけじゃないんですけど、まあ見てて、非常にこう、なんていうの、こう、狙い玉をね、めちゃくちゃこう、狙って、傾向を出してきてるなっていう感じがすごく見てて思うので、そういったところは、まあ、岸田選手でちょっと目先を変えたりとかね、いつもと配球を変えたりとかね、っていう風なところをしながらね、相手が考える配球、100% で来れない配球ね、っていうのを、していかないとなかなかね、特に広島はすごくいいチームなんで、勝てていかないんじゃないかなっていうふうに思います。はい、てな感じでですね、今日は、まあ、保守論争というか、まあ、そんなたらればの話になっちゃうんだけど、まあ、結局ね、結果論になっちゃうから、また小山もなんか言うとるわ、みたいな感じになってると思うんですけど、でも結局、まあ、リードっていうのは、まあ、メインストリームというか、まあ、それだけでは勝てないし、やっぱピッチャーの協力っていうのが非常に、大事なんで、そこをね、意識しながらね、これからもジャイアンツね、頑張ってもらいたいなというふうに思っております。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。